はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢良治でございます。恵子様、無意志善様、高弘様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。頂戴してですね、地方議員誕生と3年後参院選10人擁立、できたら都知事選衆院選なんかにも挑戦というふうになるまで、党を広げたいと思っております。メール党員様大募集、メール党員限定イベントなども予定しております。地方議員を目指していただく支部長も募集しております。現在靴沢の得票だけで区議会議員市議会議員に当選できるとこがいくつかあります。豊島区とか、まあ、豊島区私の地盤でですね、豊島区ではですね1600票あれば区議会議員当選できるんですけど、この前参院選で私にですね1700票、入りましたんで、私が出れば区議会議員には受かる今のままでも、というような状況なんですけれども、出るのは斉藤豊島支部長ですから、私じゃねえから、なんていう、いくら党の看板背負っててもね、その党が知名度が低いんで、党の知名度を上げるように斉藤豊島区支部長には頑張っていただいてですね、靴沢が出れば当選できるんですけど、斉藤支部長は靴沢とは違うんで、ちょっと頑張る底上げしなくちゃいけないと思っております。統一教会の集団結婚式で韓国に嫁ぎ音信不通になっている日本人女性は6500名以上だそうであります。ちょっとこれ真偽不明なんですけれども、これが事実とすればよ、北朝鮮による拉致被害者、これは推定被害者数約1000人です。どころの騒ぎじゃあねえぜ、ですね。認定されてんのは証拠があって拉致被害者ですって認定されてんのが数十人なんですけれども、そうじゃないかと言われてる特定失踪者っていうのが1000人近くいらっしゃいますんでね、その人たちの無事願いますよ。なんか死んねえけどいじめ殺されてるであるとか、なんか死んねえけど臓器、を取るために殺害されてるとか、そういうおっかないことになってないことを祈るばかりであります。安倍元首相の功績評価する7割、毎日新聞調査なんですけど、ネットの話です。安倍側の声はでかいだけなの、また証明されたな。外交の頑張りは歴代でも屈指と言ってもいいと思う。昨日行ってきたけど喧嘩に来てる人多かった。岸田さんもこのままの路線が正解だろうね。公明党が邪魔だが改憲いけるな。集団的自衛権 TPP、 開かれたインド太平洋、トランプと仲良し。慰安婦問題最終的かつ不可逆な解決。毎日でこれなら安倍がどんだけノイジーマイノリティなんやねん、毎日でこうなら9割超えかな。パイを発狂してて草と、試験ですけど、思い出せるだけ安倍総理の功績思い出してみるとですね、教育基本法改正、防衛庁を防衛省に昇格、国民投票法改正、正社員数増加、有効求人倍率1倍突破、これ仕事を選ばなければ誰でも就職できるよっていう状態、なんつうのかな、失業率実質ゼロっていうですね、円高是正、安保法改正、テロなど準備罪、特別秘密保護法、クワッド安倍談話と、このぐらいの功績ありますね。日韓合意っていうのもあったな、書き忘れた集団的自衛権を認める安保法改正の時に国会前に反対派の基地外を見に行った思い出があります。なんか知らねえ種類の太鼓叩いて、サックス吹いて、トロンボーン吹いて踊ってました。変なの私が見に行った時は200人ぐらいいて踊ってたかな。あいつらって一人一人だと分かりにくいけど、集まると肌の質感が日本人と違います。あとはどういうわけか肌
歯並び割りやつ多いです、私も結構目利きになりまして、今では見分けられます、一人一人の時もね、私は匂いでわかるって言ってた女性いました。そういえばすげえって思いましたけど、数年前ですね。あいつらは匂いでわかりますよ。まあね、ニンニク効いた料理なんとばっかり毎日食ってたらそうなんだろうな。安保法改正、中東の紛争に連れて行かれる、徴兵制になる、なってない、秘密保護法、自衛隊機の写真を撮ったら逮捕される、されない、テロなど準備罪、居酒屋で安倍の悪口言ったら逮捕される、福島みずほ共謀したら逮捕されちゃうじゃんって、ツイートしまして、共謀しなきゃいいだろうと失笑されたのはいい思い出であります。戦後70年安倍団は子孫に謝罪させない、日韓慰安婦合意最終的不可逆に解決、これが一番マスゴミ発狂の原因かなと推測しておりますけれども、テレビ新聞の安倍叩きすごかったもんね。国会でも安倍総理言ってたもん、毎日のように私は人間のクズって書かれてますよ、ゲラゲラと、朝日新聞が安倍総理死亡を皮肉る川柳を紙面に載して炎上してましたけど、叩いて叩いて叩いてるうちに安倍憎しの自己洗脳にかかっちゃったんですかね。朝日新聞ね、自家中毒っていうかさ、亡くなった人をそんなさ、受けがいいスローガンを連呼してるうちに、初めはそうでもなかったんですけど、それが血肉になってしまう独裁者は多いであります。独裁者病の一種なんですけど、イスラエルを倒せとかね、第四次中東戦争を主導したエジプトのサダト大統領、これで功績挙げて、英雄サダトが生まれたんですけれども、こんなんしょうもな、イスラエルさんと喧嘩しててもしょうもなと気がついてですね、単独和平を結びました。暗殺されてしまいましたが、近々私は殺されるだろう、家族に話してたそうであります。男子の本懐ですね、男子の本懐、意味わかんない人は検索してみてください。安倍側が進行してですね、周囲と話が通じなくなる現象ですね、エコーチャンバーっていうらしいです。ウィキペディアに載ってました。自分と似た意見や思想を持った人々が集まる場にて、自分の意見や思想が肯定されることで、それらが正解であるがごとく勘違いする現象、つまり周りにそうだねそうだね言われると、間違っていることも本当だ、間違ってないんだ、思い込む、または価値観の似た同士で交流共感し合うことにより、特定の意見や思想が増幅する現象、これ何も集会に参加するであるとかそんなことしなくてもいいんだって、SNS、Twitter なんかでに自分と似たような意見の人が集まるとですね、どん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 意見が先鋭化していくっていうものですね。まあこれ多くの宗教が使う手でもあるんですけれども、公明党創価学会なんかは座談会っていう名の集会でこれやってます。密室に閉じ込めて、周り全部信者で固めて、説得してですね、釈服って呼んでますけど、朝日新聞も世間の安倍側も先鋭化して周囲から浮く、そうするとますます意見を同じくするコミュニティに依存する、ますます先鋭化するっていう循環ですね。まあ一生そのまま仲良しグループの中で楽しくやってればいいんだねーの、表に出てくるのは不愉快だからって感じなんですけども、安倍側界隈は安倍の国葬には法的根拠がないって嘘言ってるんですけど、ちゃんとあります。閣議決定、すること、そういうのにはっていう法律あります。騒いでんですけど、外国人生活保護にも法的根拠皆無です。こちらの方は
本当に皆無です。こっちには一切文句言わねえのな。お墨付き出てんですけど、最高裁の。平成24年、行否第45号、最高裁判決。外国人の生活保護について、準用する旨の法令も存在しない。法的根拠ない。最高裁のお墨付きも出てんのに、こっちの方は。で、国葬には法的根拠がないは嘘なのに、令和は国葬に反対してたけど、外国人生活保護を推進してたよね。いい国に見られたいかなんか山本太郎言っちゃってね。矛盾をたやすく許容できる都合いいなお味噌で羨ましいな。回復不可能、予後不能のエコーチャンバーに陥ってるよね。自分の脳みそも改ざんできるって、ある意味人類の進化かな。それとも、やべえ宗教かな。思っちゃいますけどね。毎日新聞調査ですら、評価する7割。全く評価しないが 12%。これが濃い安倍側でしょうか。あまり評価しない 17%。評価しないイコール、合計で29% って報道されてましたけど、評価する 70% なんで、総計 99%。本当かな。大体何でもね、調査でもね、どちらでもない、わからない、30% とか出てくるんですけどね。立憲、共産、社民、令和、先週の参院選での比例票の得票なんですけども、立憲 12.77%、共産 6.82%、社民 2.37%、令和 4.37%、合計 26.33%。まあ、26.3% ですか。論外野党に票を投じてしまう人がこんなにもいる。評価しないが 29% なんで、近いっすね。結構毎日にしては、割と正確に調査したんだろうか。現在の日本は普通7割、左翼3割って、どこですか。まあ、左翼の中の半分以上がテレビに騙されてテレ左翼、ライト左翼になってるんだと思いますけれども、まだまだ多いなぁっていうのが感想ですね。エコーチャンバー被害者、通貨加害者の田村智子共産党副代表、ジェンダー平等や気候危機打開の政策で特に若い世代の中に共産党への新たな期待が広がっていることも実感しています。なんだ、感じただけか。ネットの反応です。またまたご冗談。嘘は良くない。という夢を見た。そして議席減。本当に期待が広がってたら、参院選議席増えてたよね。シールズの失敗から何も学んでないな。先週選挙負けて1週間でそんな思考になれるのか。これ自らブレインウォッシュできるってことでしょうか。現実逃避も大概にしとけよ。なんか違う世界に住んでんな。期待が広がっているという妄想に浸る日々。共産党が言う若者は50代っていうですね。マルクス、宗教はアヘンっつったんですよね。そう言った本人が自分が考えた共産主義資本論で新たな宗教団体生み出すとは夢にも思ってなかっただろうな。田村たまごこういう大嘘をですねシャラッと言ってエコーチャンバー被害者を増やすんでしょうね。ナンバー2、教団とナンバー2だから自身が被害者ってことないだろうね。加害者側だろうね。若者に期待が広がってたら共産党員がね、そもそも我々が高齢化して武装闘争に耐えられないとか言わないんじゃないの？言わないんじゃないの？党員の平均年齢は70歳超えとかばらされてないんじゃないの？ほんの1週間前の選挙で6から4に議席減らしてんのに、それはすっかりね、記憶からすっ飛んでんですか？宗教って恐ろしいですね。共産党が言う若者は50代。これには笑いました。50代の支持すら全然広がってませんけどね。そういえば今年はですね、戦後77年になるんですね。お盆の終戦の日が近づいてきておりますけれども、そろそろね、共産党やら、バカな国がですね、日本の植民地支配か、
謝罪が賠償がって言ってきたらですね、そんな昔の知らねえバーガーって言い返しましょうね。だいたいお前だって生まれてたのよバーガーって言えますよね。不破鉄三92歳生まれてたよ。田原総一郎88歳生まれてた。鳥越俊太郎82歳小沢一郎80歳、関口宏79歳。そうそう、まあ生まれてたとしても 2,3 歳だわね、この人はね。生まれてただけじゃあダメなんだぜ、あの記憶がなければね。記憶ありそうな不破と田原の寿命待ちですかね日本の戦後が終了するのはこいつらがつべこべつべこべ、そんな昔の知らねえバーグ。3年後の参院選、そういえば戦後80年になってんだな。そんな昔の知らねえバーグって、私に続いて皆さん言う人が増えれば、あの左翼どもますます弱るんじゃないでしょうか。それを期待しております。デトックスジャパン。